どうぞ。はい、自分で起きてね。起こして。夜に12時まで寝る。皆さん、おはようございます。週末です。私たちの週末は、基本的には仕事はしないんですけど、週末は撮影と編集の日です。そういった一般的な私たちの週末を今日この動画でルーティンを見せたいと思います。準備ができました。髪の毛もできたしメイクもできましたので、今からはドイツ語のチャンネルの動画撮影に入りたいと思いますので、ちょっといろいろ準備しなきゃいけないので、それ今からやりたいと思います。皆さんが知ってるかわからないんですけど、私は LT ブログ以外にドイツの小さな小さなチャンネルを持ってます。今登録者が8000人ぐらいいて、まあ、ドイツ語なのでドイツ人に向けて日本を紹介するようなチャンネルです。で、今から撮影する動画は、日本の旅行に来る人は荷物に何を入れればいいかという動画になります。それが今からドイツ語で撮影します。Das muss auf jeden Fall in euren Koffer für die Japan-Reise. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss! 今からはデータを移したり編集に入りたいと思いますけど、タカがまだ起きてないよ。もう10時半なので、ちょっとタカを起こしたいと思います。タカチン。10時半だよ。起きてください。そうだよ。やばいよ。やばい、寝すぎた。そうだよ、やばいよ。今からは動画の編集に入りたいと思います。ただ、さっき撮影した動画をすぐに編集するんじゃなくて、基本的にはいくつかの動画を撮影して、で、ストックを持って、それ順番でそれを1個ずつ週1回動画を出しますので、すぐに撮影してすぐに編集することはあんまりないですね。次の動画のサムネを今何パターンか作ってて、はいはいはい、それをどれを選ぶかを2人で決めたいと思います。めんどくさいやつだね、難しいやつだね。そう、難しいやつ。これ次に出す新車買いましたっていう動画なんだけど、どれをサムネにするか、今のところ 1,2,3,7 パターンぐらい作ってる。これマジの裏側なんですけど、サムネってめちゃくちゃ大事なんですよね、 YouTube にとってね。だからどのサムネにするかで動画が伸びたり、あーって伸びなかったり全然違うから、はい、こうやって悩むんですよね。タカが特に悩む。私はドイツのチャンネルで 1,2、うん、個のパターンぐらいは作るんだけど、うん、7パターンはタカの少ない方ですよ。まあ大体7パターン10パターンぐらい作っといて、でも似てるんでね、でちょっとだけ違う、微妙に違う。ちなみにこの動画出してる頃にはもうこの動画出てるので、成功したか失敗したかは皆さん分かると思います。これドイツ人が選ぶ日本車、バーンっていうちょっと広めの画角ね。はいはいはい、はい、これはシャッターが半分開いてるから、あ、これなんだろう、なんだろうなっていう好奇心をそそる。これは車が分かんないんじゃない。そう、分かりづらい。で、これは何が違うか分かる。レナの大きさをちょっとでかくした。これは顔近いバージョン。うん、その方がいいと思う。あ、レナの顔近くて車があってみたいな、うん、で言うとこう日本車買ったのかなみたいな、はい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 、このパターンでいくか、日本車を教えるか教えないか問題だね。そう、皆さんどう、何がいいと思います。何が伸びると思います。これでいくか、で、これで最初伸びなければこっちに変えるか、はい、OK って感じ。はい、まあ今サムネイルが決めたから、ちょうどお昼時なので、うん、ちょっと休憩してお昼ご飯食べる。飯食べますか。私たちは最近頼んでるのが、うん、この真心ケア食というサービスです。冷凍弁当。冷凍弁当です。めっちゃ便利やね。そう、本当に私たちは、まあ、いろんなサービスを使ってて、最近は真心ケア食を使ってます。ハマってますね。そう、で今日は何を食べたい。何食べようね、色々あるよ。俺ね、ハンバーグ。じゃあ私チンジャオロース。
で、これすごい作るのが簡単で、電子レンジでチンをするだけなので3分チンです。そうで、メインとサイドが入ってて完璧。はい、3分待つだけ。牛乳？ Yes。 おお、コーンスープ？かぼちゃスープ。え、俺は味噌汁だね。そうだよ。これヨーロッパ人と日本人の差が出ましたね。ありました。かぼちゃスープと味噌汁です。味噌汁欲しいでしょ。欲しいだよね。レナ今何焼いてんの？何を、おお、忘れた何パンを焼いてる。あぶねえ、焦げ焦げになるとこだったねちなみに俺はご飯はい、レンジでチンしたらできるご飯。 Yes。 社長さん、自分のかぼちゃスープばか混ぜないで俺の味噌汁も混ぜてくださいよ。はい、申し訳ございません。ありがとうございますちゃんと混ぜてる？ちょっと貸してこれちゃんと混ぜないとさ、これ味噌が固まるのよ。わかる。あ、終わった。はい、レンジでチン終わった。熱くない？もう大丈夫？いい匂いする。はい、もう一回3分レッツゴー。出来上がりましたか？パン、パン出来上がり。俺と全く食生活違うねレナ、パンとコーンスープかぼちゃスープか、yes。 俺ご飯と味噌汁だからね。まあそれはドイツ人と日本人の全然ちゃうね出来上がったけど、これめちゃくちゃいいの。食べ終わったらそのままゴミ箱ポイできるじゃん。そう、本当に楽。お皿とかも準備しなくていいから、うんうん、洗い物もしなくていいというね。そう、私洗い物嫌いもん。嫌いもん。洗い物嫌いもん。嫌い。洗い物嫌いモンスター。もう全部テーブルに持っていこう。はい。レナがちゃんと混ぜてくれなかった味噌汁ちゃんと混ぜます。はい、じゃあ開けます。わ、美味しそう。チンジャオロース。もう美味しそう。うわ、もうかぼちゃ。めっちゃいい匂いする。うわ、うまそう。おー、タカが好きなナス。なんかこの弁当のめっちゃいいところが、超うまそう。なんか4つがあるのがなかなかないよね。そうだね。本当にいろんな味があるから飽きない。こちらおろしハンバーグ。イエス。わお。あ、豆腐ハンバーグだ。書いてあったよ。ね。で、野菜たくさんある。いいね。うまそう。いただきます。めっちゃお腹減った。これ今日まだそんなにしてないよ。え？え？え？どうしたよ。うん。豆腐ハンバーグ。野菜たっぷりのチンジャオロース美味しいよ。キャベツ？これなんだろうね、キャベツ。うん。でもレナナス食べれないでしょ。なんかドイツっぽい。あ、ザワークラウトみたいな。うん。にベーコン。うん。トロトロ。かぼちゃもうまそうやね。この野菜もうまいよね。あ、これすっごい美味しいよ。かぼちゃ。なんでこの野菜こんなシャキシャキにできるんだろうね、冷凍で。うん、甘っ。もう見てわかる栄養バランスの良さじゃん。うん、なんか超嬉しくない？東京出張行ったり大阪出張行ったりとか、そうするともう外食になっちゃうじゃん。うん、でレナもまあ家を出てさ、外で仕事した時外食じゃん。そうそう。そうするともうバランスとかあんま考えられないじゃん。考えられない。もう本当になんか基本的に炭水化物に炭水化物は日本の外食だよ。で、脂肪分多かったりするでしょ。そう。で、カロリーめっちゃ高いでしょ、外食って。だどんどん体のバランス崩れてるけどさ、そう、こう家でさ、こういうのが手軽にパパって食べれてさ、しかも専属の管理栄養士がバランス考えてるから、栄養バランス。だから今これカロリーどんぐらいか分かんないけど、ちょっと待って、ね、そこに書いてあるか。そう、この全部が231カロリーしかないよ。すごいね、はいはいはい。食塩相当量 20g、 2g でしょ。20は多いな食塩相当量 2g とか、はい、脂質 15.2g、 タンパク質は 8g。 あとなんかカリウムとかリンとかそういったことも書いてある、うん、カロリー231ってすごいぜ。すごいよ。チンジャオロースまだ食べてない。なんかチンジャオロースヘルシーじゃないイメージがあるんじゃない？中華料理がなんかヘルシーじゃないイメージがあるでしょ。脂っぽいイメージあるよね。そう。でもマジでうまいんだけど、これカロリー225カロリーしかないよ。いや、最高やね。あれ、あ、私のもの、うん、なんですか、はい、ごめんなさい、はい、味噌汁もうまいからね、言っても。日本人は今喋ろうとしてるすごいうるさい何を日本はドイツには非常に失礼だよあ、ドイツでやったら。そう。え、でも麺をすするのは失礼じゃん。こうラーメンをさ、こうズル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 とかさ、それだけじゃない。パスタをズルズルズルはないけどさそれはやばいよそれはこうなるよでも別にさ、あったかいさ、お茶とかさ、スープをさ、これはノー、いいんじゃないの。ダメだよ。だって熱い、どうやって飲むの。もう非常にダメ。ごくごくごく飲むのタカ、あ、スプーンで、あ、そういくんだ。それが何、ヨーロッパ流。そうだよ。喉が強いんかな。
あ、日本人より。ちょっと待ってて、もう一回見せるよ、うん、あ、それやり方、じゃあ日本人のやり方見せるわ、貸して。だからこれもダメだよ、ちなみに。これでしょ、え、持ち上げることはないよ。え、どうやって、こうやって、犬食いじゃん、それ日本でそれ犬食いって言うからね、気をつけた方がいいよ。ちゃんと持ち上げて、こう食べるってこと。 Yes。 あ、でも日本にもそのマナーはあるかもね。でしょ。 Yes。 これあー、オーマイゴー。でもスプーンでさ、味噌汁食ってる人なんて俺見たことない、日本人で。でもドイツ人は日本に来た時に味噌汁が来たら、うん、スプーンはどこにあるのってよく聞かれるよ。食べれないじゃんって。それめっちゃカルチャーショックじゃん、海外旅行者からしたら。そうだよ。で周り見たら日本人は絶対こうやって、あ、じゃあ持ち上げてもいいんだねみたいな感じ。でも外国人すすれないからさ、結局さ、こう持ってさ、 Yes、 グッていくってことでしょ。Yes。 喉焼けるやん。だから日本のものが熱すぎるっていうことがある。なるほどね。もっと失礼なのが、喋ってる間にこんなどうする、どういうこと。ごめんなさい、社長厳しいですよ、はい、でもそう思うとさ、日本とドイツの食文化の違いとか多分他にもいっぱいあるよね。これ、あ、これ Yes。 確かに全然ちゃうね。あとはタカがご飯で食べたり、私がパンで食べたりするとか、うん、はいはい。まあ、ここは今なんか完全に分けて食べてるんだけど、ジュース飲むと緊張するわ。話聞いてない。何何何、居酒屋とかでいろいろシェアするでしょ、うん、おー、日本のシェア文化ね。ドイツはシェアしないよ。この家でこれマイセットみたいなのがあるかもしれないけど、ドイツも外食した時もみんな自分のもう定食しかない。そうだよね、プレートの上に自分の量、なんかこうなってるもんね、みんな。そう、他の人がこう食べようとしたら怒られるもんね。怒られますよ。日本はさ、どちらかというとさ、どうぞどうぞ、これ食べてくださいみたいな。でそれと支払いも全然違うよ。俺も本当ドイツ行くためにちょっとイラッとするんだけど、日本は居酒屋でさ、みんなでこう食べ合うからさ、はい、お会計来た時に1万円でした、はい、5人いました、じゃあ1人2000円で出すでしょ、はい、ドイツ割り勘一切ないからね。一切ない。このシュネッツルを食べてビールを飲んだので、この分しか支払わない。そう、でもなんか日本人的な考え方だと、私1杯飲んだから1杯しか払わないとかさ、俺2杯飲んだから2杯分払うねとか、もうめんどくさいから割り勘でいいじゃん。それはでもその場を楽しんでるじゃん、みんなで。いや、いいけど、それすごいアンフェアじゃない。あ、出た。私とタカが一緒に食べに行くときに、そうよ、本当は 70% タカが払うべきだよ。飲んでるからね。はい、それ会社の飲み会でもあるよ、そういうの、はい、飲まない人は飲む人に対してもうちょっと払った方がいいんじゃないとかって。そうだよ、イラッとしますよと飲む側からすると、ね、それはね、もちろんタカがすごいフェアだと思ってるよ。何も言えないけど、でもその場を楽しんでるからね。皆さんどうですか、割り勘。まあでも飲まない人からするとね、そう、割り勘はちょっとフェアじゃないなって思うのかな。 Yes、 フェアじゃないなと。俺飲んべえだから分かんないわ。あのドイツ人は言うでしょ、うん、日本人は思ってるだけ。あ、そうだね。確かにちょっとこのコメント欄でさ、皆さん素直になってさ、ちょっと書いてください。お腹いっぱいでございますか。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちなみに私たちは今食べたマゴクロケア食の冷凍弁当が、うん、初回限定の14食が2660円で食べることができるらしい。そう、1食にするとなんと190円。めっちゃ安い。まあ初回のセット価格でね、はい、だから今チャンスだと思うよ。超安くてうまくてバランスいいんだもん、栄養の。さらに私たちの視聴者限定に500円オフのクーポンも出てます、うん、おお、さすが社長。なので引っ張ってきましたね。これに興味がある人はぜひ今からすぐに私たちの下動画の下に入ってる概要欄をチェックしてください、うん、はい、これでランチの片付けも終わりました。ささっと捨てるだけですそう、社長さん、この後は何しますか、予定は。今日はもうちょっと AT ブログの動画の撮影をしようかなと思ったから、今から出かける準備をして動画を撮りたいと思います。なのでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。